このヘブンズゲートを抜ければリビエラが見えてくるはずだ。リビエラ、リビエラに神々の英知神罰が眠っているだ。神罰？神罰を発動し魔を断罪する。それが我々黒死天使に課せられた使命。罪深き者たちに死を。神罰、それはリビエラさえも滅ぼすことができるほどの力。なんとか、なんとかリビエラも深海も助かる方法はないのかな。リビエラを救う必要などない。我々は真意に従い行動するの。深海を守らないといけない。それはその通りなんだ。僕たちは黒死天使なんだから。僕もしっかりしなくちゃ。約束の地、リビエラ。
神々と天使の住む聖域、深海。魔族が集いし闇の領域、魔界。魔族の深海侵攻により勃発した神魔戦争は、やがて世界を深き混沌の渦に飲み込んでしまう。魔界の圧倒的な力に蹂躙された深海は、壊滅的状況へと落ちていく。神々は自ら禁忌を犯し、刃の先に死を告げる破滅の黒死天使を創造した。真意を秘めたディヴァインを手に、彼らは戦地へと飛び去っていった。戦いは壮絶を極めたが、彼らの活躍により戦乱は終焉を迎えた。魔族は魔界の闇へと封じられたが、神々もまた滅びの運命をたどった。神々は力と英知のすべてを深海の果てに浮かぶ島リビエラに残し、神々再臨の約束の地として忠実なる精霊たちに託した。そして千年の時は静かに流れ、千年後、魔族復活の兆しがリビエラで確認された。その事象を知った神々の代理者ゴートの七賢は、深海存亡をかけ一つの決定を下した。それはリビエラに眠る神々の力、神罰の発動である。その計画の実行者としてゴートの七賢が選択した的確なる存在、神々の遺産ディヴァインを継ぎ、黒き翼を持つ破滅の天使。神魔戦争より千年の時を経て、今リビエラの地に二人の黒死天使が舞い降りた。このヘブンズゲートを抜ければリビエラが見えてくるはずだ。リビエラ、貴様には初めてのことばかりだろうな。せいぜい俺の足を引っ張らないようにしてくれ。こんなところにまで魔族が侵入しているとはな。まあいい、ディヴァインを使う時期が早まっただけだ。ディヴァイン？我ら天使に与えられた神々の武器、俺の真相ローレライ、そして僕の真剣エクセリオンか。そうだ。さあ行くぞエクセリ。まず戦闘で使用するアイテムを選ぶんだっけ？そうだよ、4個まで選べるんだ。今は真剣と真相しかないけどね。戦闘で使えるアイテムは4個までか。選ばなかったアイテムは戦闘中に使えないから注意だよ。なるほど、アイテムは慎重に選ばないとね。遅れを取るな、行くぞ。
エクセル、戦い方忘れてないよね。うん、自分の番が回ってきたらアイテムを選んで丸ボタンだっけ。それが戦いの基本だ、忘れるな。罪深き者たちに死を。ゲージと引き換えに発動する黒使用ディバインに秘める真の力、その身で確かめるがいい。何時だつのこの刃に黒使ロストセーフィン。世界を怪我した大罪、死をもって償うがいい。断罪は完了した。あれ、敵を倒したらアイテムが手に入ったよ。なんだろう、小さな瓶に緑色の液体が入ってるね。それはポーションだ。飲めばヒットポイントが回復する。いきなり僕たちラッキーだよね。敵が落とすアイテムは大切にすることだ。未熟な貴様にはアイテムの力が必要不可欠になるだろう。そうだね、大切に持っておこう。ああ、そうそう、持ってるアイテムはセレクトボタンで確認できるから。なるほど、セレクトボタンだね。覚えておくよ。時代のものなのか、随分と崩れかけている。エクセル、早く行こうよ。うん。まだヘブンズゲートなのに魔族が存在するなんて。何らかの要素が絡んでいるのか。神々に仕える黒使天使たちよ。状況を報告せよ。了解しました。ヘブンズゲートにて魔族の存在を確認いたしました。やはりそうか、深海の審判は絶対だという。おそらく何者かが魔族どもを誘導しているのだ。お前たちには可能な限り急いでもらわねばなる。やはりリビエラで。うん、
全ての元凶はリビエラ。彼の血が魔界化したという噂もおそらく間違いではあるまい。いにしえの神魔戦争を再び繰り返してはならぬ。そのために国士天使お前たちが存在する。さあ国士天使レダ、そして国士天使エクセル、リビエラに急げ。神々の名のもと魔族からこの世界を守るのだ。わかりました、ヘクター様。この幻影が届く範囲をヘブンズゲートまで。そこから先はお前たちの手にかかったことだ。頼んだぞ。承知いたしました。消えちゃった。今の幻影ってゴートの七賢の一人ヘクター様だよ。僕たちはヘクター様の命によりリビエラへと向かうんだ。国士天使である僕たちの役目は魔族を倒すことだからね。リビエラの魔界か。ヘブンズゲートの先は一体どうなってるんだろうね。それを調査するのも僕たちの使命だよ。リビエラに着くまでこの先も魔族だらけ？わからないけど多分そうじゃないかな。ヘブンズゲートで時間を費やすのは厄介だ。一刻でも早く突破する。急ぐぞエクセル。うん、わかった。ヘブンズゲート、過去にどれだけの血が流されたのか、それでも歴史は繰り返されるというのか。全ては深海のために。また魔族だよ。どうするんだ。どうしよう。行くぞ。敵は我々に仲間をやられ、怒りで我を忘れているようだ。所詮は雑魚だ。油断はするな。わかった。いきなり敵が来るよ。よし、頑張るぞ。全部ぶっ壊すデッキ。アンドクラッカー。こんな。手強いぞ。エクセル、大丈夫？うえ！頼れるのはエクセリオンだけだ。行くぞ。待て。戦いは攻撃が全てではない。勝つために何が必要かよく考えるべきだ。まずは先に傷を回復せよ。生きて任務を遂行するためにな。エクセル、ポーションを使って体力回復だ。ポーション、ヒットポイントを回復するアイテムだ。ヒットポイントが回復していく。ポーションなんて便利なんだ。
アイテムはただ攻撃に使うだけじゃなくて、いろいろな効果を持っているものがあるんだよ。でもエクセルに使いこなせるかな。僕アイテムよく知らないんだ。やっぱりね。でも大丈夫。アイテムを選ぶときに R ボタンを押してみなよ。特別な効果があるときは教えてくれるからさ。R ボタンでアイテム効果か。うん、覚えておくよ。やっちまえ。グレンの炎とともに国士ロストセフィ、なんちがつをこの刃に、国士ロストセフィ、貴重な時間をロスしてしまった。先を急ぐぞ。愚かな。
ザコは我々黒死天使にかなうはずもなかろうに。でも僕はポーションのおかげで助かっちゃった。真剣にポーションがあれば怖いものなしって感じだよね。何のんきなこと言ってるんだよ。エクセルは本当に何にも知らないんだから。お？あのね、アイテムは使える回数が決まってるの。そんなことないよ。だって僕の真剣エクセリオンは何回使ってもなくならないもの。それは特別性なの。ちなみにドーレライドだからね。ほら、アイテムを選ぶときに名称の右端に数字があったでしょ。確かポーション3とか書いてあったような。それそれ、あの3っていうのは耐久度なんだよ。じゃあさ、3回使ったらポーションはなくなっちゃうの。そうだよ。でもさっきの戦闘で使っちゃったからあと3回も使えないんだけどね。アイテムは大切に使わないといけないってこと？そういうこと。一体どこへ行くつもりだ。深海へ帰るとでも言うのか。いや、そうじゃなくて、この先は行き止まりだったし、別の道はないかなって。よく調べもせず、行き止まりなどというのは早計だと思うが。調べるって言っても。エクセル、僕が探索のやり方を伝授してあげるから、さっきの場所に戻ろうよ。うん、分かったよ。じゃあ探索のやり方を教えるからね。お願いするよ。まず画面右下を見てみてよ。ムーブって書いてあるね。そう、ムーブ、移動。これは僕たちは今ムーブモードって意味なんだよ。ムーブモード？僕たちはムーブモードの時に移動することができるんだ。なるほど、ムーブモードで移動か。でもね、探索するにはムーブモードじゃダメなんだ。じゃあどうするの？とりあえずフィールド画面で丸ボタンを押してみて。丸ボタンだね。わかったよ。丸ボタンを押したけど、画面の右下を見てみて。クエストって書いてある。そう、クエスト、探索。つまり僕たちは今クエストモードってことなの。クエストモード？僕たちは探索するときは、丸ボタンでクエストモードに切り替えるんだよ。丸ボタンでムーブ、クエストの切り替えか。そうだよ。覚えといてね。それで次は？クエストモードの時にはムーブモードの時とは異なるトリガーが表示されるから、
それに従ってボタンを押せば OK。 トリガーって？画面に表示されている操作パネルのことだよ。矢印と同じ向きの方向キー、上、下、左、右を押すと、僕たちは移動したり探索したりできるんだ。よくわからないけど便利そうだね。慣れればね。それじゃあ早速トリガーで探索してみなよ。トリガーに書かれている矢印に従って方向キーを押すんだったな。下に岩棚がある。ここからならなんとか降りられそうだね。え、探索するとこんな風に新発見があったりするんだから、調べてみるもんだね。通り過ぎるだけじゃ気がつかないことも多いからね。これからはじっくり調べながら行こうっと。あ、でもね、エクセル、一つだけ注意があるよ。え、それは？僕たちは探索トリガーを1回実行するごとに TP、トリガーポイントを1ポイント消費してしまうんだよ。 TP って？行動力って言えばいいのかな。とにかく探索トリガーを実行するのに必要なものなの。これが足りないと探索できなくなるから注意してね。注意って言われても。クエストモードの時、画面左上に TP が表示されるから、それを見て探索するかしないか決めればいいんじゃない。 TP って増えないの？敵を倒すと増えるよ。しかも好成績を収めるほど TP がいっぱい増えるんだよ。しっかり探索するためには戦闘でも頑張らなきゃいけないね。さっき下に降りれそうな場所を見つけたんだけど、どうやって行けばいいんだろう。移動したいの？じゃあムーブモードに戻してみなよ。バツボタンだよ。バツボタンでクエストムーブに戻すのか。今みたいに崖下を調べて飛び降りるが見つかるように、探索したりして新たなルートを発見するとムーブモードで選択できる移動トリガーが増えたりするんだ。そうだね。この崖から飛び降りることもできるようになったし、行き詰まっても探索すれば必ず道は開けるんだよ。ところでさ、移動するときも TP は必要なの？移動するのに TP は必要ないよ。あれはクエストモードの時だけだから。そうなんだ。探索トリガーの中にも TP がいらないものもあるけどね。区別がつかないな。トリガーを見ればわかるよ。赤いトリガーは TP が1必要で、白いトリガーはいらないんだ。じゃあ赤いトリガーを実行するときは残り TP に注意だね。そういうこと。一度降りたら戻ってこれそうにないな。随分と長い話だったな。ごめん、急がなきゃいけないんだったよね。